こんにちは。おお、え、シグマ、愉快だ。実に愉快だよ、X。お前はシグマ。腕だけでわかるとか、お前。ダブルはスパイとしてよくやってくれたよ。己よくも。エプリフォースほどおめでたい奴らもうまい。あとは奴らが作った兵器で地球を始末するだけ。そんなことは俺がさせない。やってみるがいい。どういうこと？お邪魔します。マップ切り替わったのか。なんだ、回復する必要なかったぜ。しかし残機がゼロなのだが。やべえよこれ。地獄に旅立つ準備はできたかね。すげえ聞き覚えある。なる、聞いてない、嘘だろ、やばいな。このい、これは弱点使わなきゃダメかな。やばいやばいやばい、めっちゃやばい、めっちゃめんどくさい。上熱そう熱そう。おお、すごいすごいすごい、切り取り線アタック。熱そうなので撃つねいや、上にいるから当てやすそうという理由で採用した。これが切り取り線アタック、大当たりというやつか。チーズ、熱そう。切り取り線来るぞ。いや、あれ当たるな。ダッシュがまだ間に合ってないだけか。かわいそう。でも気をつけろ。うわー、脱いだ脱いだ。クククいいぞ X。 だがここまでだ、この攻撃はかわせばい。おお、いて、すげえすげえ、やべえぞ、あれやべえぞ、ハッスルしてんなー。めっちゃレーザー出してんじゃん。行けばいいじゃん。ほう、意外とすぐ着地すんだなこいつ。うお、ナイフみたいなのがいっぱい。どうよけろと、どうよけろと。強いな結構。あれが地に当たると、なるほど、普通に強くない今回のシーンは。なんかめんどくさいし、それは強いというのだろうか。あ、死んだいや、まだ終わってないと思う。シグマ特有の巨大化があるだろう。さて、なんとか倒せたけど、上回復アイテムあるじゃん。うわ、なんだあれ。ふわー、どうだこの凄まじいパワーは。このまま宇宙の海へ散るがいい。これきりの恐怖を味わってくれたまえ。めっちゃ喋るやんお前。おいおい、なんだこれなんだこれなんだこれ、どうしろと。なんかいるなんかいる。うわー、食べられた、やめろ、もぐもぐするな、気持ち悪い。なんかトゲもいっぱい生えてるしよ。なんだこれ、そう、よくわからねえ。なんか鳥もかくにもよくわからねえもう死ぬぞ、やべえな。回復しましょうか。ラスボスっぽいね。おお、この台をうまく活用しろと。よし、威力高えな。これ壊したらダメなのか。なるほど、今度は、うおお、なるほど、複数のパターンがある。うわ、地面に当たったら壁を這うのか。なるほど、焼き払う、そういうことか。ほんと攻撃パターンが多彩すぎるな。やるねシグマさん、今回は本気だね。ていうかあいつはあれ、体力回復してない？まあ、めんどくさがっちゃいけねえということだ。
いてえ、この攻撃苦手だ。もう体力ねえぞ。口に狙った方がいいな。終わったわ。この攻撃苦手だもん、俺終わったわ。はい。というかさ、シグマ隊長の頭、うんこ乗ってないか、あれ。やめろ。あれ、何あれ、ドリル、タケノコか、どっち。あった、タケノコ。さあ、それではノーダメチャレンジ、シグマ、やらせていただきますよ。慣れてきたからな。第3形態まではもうノーダメでいきますよ。見ててください。私の練習の成果をお見せする。イエーイ。一発、二発で飛んでくるから避ける。そして一発、二発で次ですよ。来ますから、昇竜拳終わり。よし、次エレキネットの準備。こんにちは。いや、まずネットの進呈。あ、間違えた。おい、まあどっちでもいいんですがね。すい、よし、まあざっとこんなもんですぜ。パターン化は完璧さ。ネット置いとくね。ちゃんと味わいたまえ。よし、よし。ね、もう完璧ですよ。ネット。よし。ネット。ネット。スイッ。ネット。オッケー。さあ、もうそろそろ終わりだね。ネット。ネット。オッケー。ノーダメです。あとは、第3形態を倒すだけでございます。こうしてみると第3形第3じゃないわ、あのロックマン X3 のシグマの方が強く感じるわね。まだ何も終わってないのにお前何言っとるだ。これからじゃ。さあ、竹野浩二さん、よろしくお願いします。嫌です。さあ、どっちだ。まだ慈悲のある方。よし、弱いやつ、とても弱いやつ。さあ、ガンナー来ますよ。打ち抜け。よし、また君か。早く帰って。オラオラララ、なかなかこれでも当たらんか。やばい、来る、危ね。プレスされたら死ぬからね。もう学んだから。嫌というほど学んだからさ。よし、まず一発、二発、三発。よし、ノーダメで行きたいもんだが、電気まだ来てねえからな。やばい、逆だった。終わった、ノーダメ終わった。あ、終わってない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 けど、もう終わった。おら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 、仕方ねえよ、ミスっちまったんだから抵抗するしかないな。ノーダメチャレンジ第3形態はさすがにまだ練習が足りん。にしても隙が少ない攻撃しかしてこねえ。よし、さあ、どちら、嫌な方。当たってくんねえかな。当たったか。よし、よきだ。いいよ、いいね。確かな上達を感じます。よし、いていて、血を這う方に当たっちまうな、どっちかっていうと。さあ、どっちだ、嫌な方。削れ削れ削れ、ふっ、
死ぬところだったぜ、危ねえ。よし、ランナー来ますよ。ふう、当たった。申し訳ねえ、誰に謝ってんの。自分だよそんな深々と謝られてもリスナーさん的には困惑だよドンマイとしか言えないじゃん。よし、あーミスったな今のは。よし、で床の方に全然ダメージ与えられてね。弱点とチャージショットどっちが強いんでしょうね。よし、やれ、オッケー、いい感じに避けたよ。氷か、氷は一番弱い。さて、避けるので結構精一杯なんで、ダメージ見る余裕がねないんですよ。ごめんなさいね。よし、オッケー。じゃあガンナー退場してもらいましょうか。よし、チース、うれうれ、来たね。よし、もう避けれる、もう恐れるものはない、見切った。よし、3発ぶち込めるし、よし、あとはプレスにだけ気をつければ本当にいけると思うから。よし、いいね、うれ、あとちょっと、ヒュー、最終的にはサブタンクを使わずともって感じになりましたね。素晴らしいじゃないですか。うれ、貫通して飛んでくれ、あと一発、油断するなよ、まだ即死で負ける可能性が残ってるんだ。じゃあ終わりといきましょう。オッケー、今回はクリアまでに上達を垣間見えた。え、嘘、まだあんの、なんか楽しそう。顎にもタケノコつけてるやんお前、何がおかしい。この兵器はすでに地球に向けられている、誰にも止めることはできん。さらばだ X、 なんでこの人は顎にも頭にもタケノコつけてんの。まあええわ、えらいこっちゃやで。何度でも野望阻止、これ出てしまうことでネタバレになるのよくない。あれ、あ、もう自分の足で帰れ。はい、止めるぞ。やべえよ、え、ジェネラル、私のボディを使えばこの兵器は止められる。しかしそれじゃあなたが部下をあれだけ死なせて生き残るわけにもいくまい。イレギュラーだしな。うわ、まあ仮に生き残ったとしても廃棄処分なりされるだけだから辛いところだな。でもこいつらが結局反乱企てたのはシグマにそそのかされてか、あるいはもろもろ人質に取られたようなものかな。こちらイレギュラーハンター本部、ゼロ、ゼロ、心配かけさせやがって、すまない。もういい、早く帰ってゆっくり休め。なあゼロ、
もし俺がイレギュラー化したらどうする？くだらないことを聞くんじゃない。ケイゾ。そうだぞ。待ってくれ、真剣に聞きたいんだ。ゼロ、もし俺がイレギュラー化したら君が処理してくれ。バカなこと言ってないで、さっさと戻ってこい。約束だよ。いろいろと考えさせられるシーンですな。はい、というわけでロックマン X4 X ルート完結となりますが、感想としてはですね、かなり遊びやすいロックマン X という印象を受けます。まあ、操作のラグをかなり感じるところはあったんですけど、まあ、それでもやられたところで復帰すると1からじゃないところとかは非常に遊びやすい作りになってると思います。はい、なんか歌流れてるんだけどすいません、ちょっとこれもしかしたらなんですけど、音声カットいいっすか。歌はね、 YouTube 組んでいろいろと問題起こんのよ例えばほら、任天堂とかって動画大丈夫だけど曲は別だったりするから、ちょっと静かにしてもろて。まあでもその辺はほらあれだ、ロックマン X4 のパート1の動画ですでに白黒はっきりついてるから、冷えってなるわ。うん、いろんなゲームでそこは引っかかるんでね。はい、あ、負けない愛がきっとあるのまた違う曲なのか。うっす。なので私の声でやかましくウェイ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 して音をかき消すんだ。いくぜ。というわけで、ダブル君がさ、思ったより凶悪な顔なボスになってびっくりしたね。はい、まあ、むしろその姿のままで強いっていうのも見てみたかった気もするがね。ところで左下の子が全く映ってないんじゃがうん、ロックマン X ダイブというソシャゲではね、左下の子がもうなんならもうね、開発のお気に入りなんじゃねえかっていうぐらいめちゃくちゃ数出てるんですよ。アイリス、バレンタインアイリス、水着アイリスで、僕の考えた最強のアイリスそのアイリスが結局まだ出番皆無なのは、まあちょっと X4 をやりましたというにはちょっとまだ浅い気がするので、次はゼロルートになるかもしれません。 X5 行くのも手かもしれませんがね。はい、そこら辺はちょっと今考え中なんですけど、はい、またほら、時期が経ってから X4 をやる口実になるでしょ。うん、あえてそう、ゼロ編の方がムービーとかも多いっていうのは知ってたんですよ。その上で王道の X やったんで、まあ X ルートでまずは一巡するっていうのもいいかもしれませんね。はい、サンキューフォープレイング。で、あのコロニーはちゃんと壊したんだろうな。あれやばくないか、大丈夫か。なんか赤い爆発がチラチラ出てるけどさ、あれす本体そのものが落下してきたらやべえよね。うん。というわけで、クリアです。ロックマン X4、ありがとうございました。